これじゃね。た。さあ、なんだこいつらマジで。なんだこの不思議な時間。リンゴミンゴうんこうんこ。俺はこの子を狙っていく。パメラ。ムーニが遺跡でなんか熱心に魔法練習してたんだって。でも一人よ一人。本当に楽しいのかしら。寂しくないのかしら。私はいつでもファンのみんなに囲まれていたいのよ。映ってるって自覚してんな。このカメラ見えてます。さすがプロ。テレビ喋ろう。やあダコムス、元気ピガ。僕はもちろん元気がピ。なんだって健康管理がしっかりしてるからね。ロボギャグか。テストが近いとみんな僕のノートを借りたがるガピ。そらそうやろ。100点やろ君なんか。もちろんお礼はもらってる。お菓子、ゲーム、漫画。ガガガガガ。ギブアンドテイクは大事ガピ。賢く生きてるな。あれ、オープニングの人いるやん。え、包丁付きじゃなくなってんだけど。あ、昼は太陽ってことなのか。もしかしてフォルムチェンジするんや。なるほどね。金やめろ。呪文を唱えるときは必ず最初にこの文字を入れなければなりません。違う魔法を入れてしまうと杖魔法は失敗します。覚えておいてください。手紙もらってきた。ドコムス、なんだか私好きな男の子ができたみたいなんだよね。思い切って告白してみようかな。うわ、これ俺のことじゃね。中学校の時こういう感じの手紙回ってきて俺じゃなかったことある。ぐるってやればいいんだっけ。あれ、魔法使えない。魔法違うの。魔法って最初に言ってからって言ってたよね。全然授業聞いてなかった。なるほど、一回じゃないんだ。魔法変身した。これで魔法語で呪文唱えよう。え、何これ。不思議。すっとすっとにっこり。魔法かこれ。リアクションってこと。魔法って笑顔は魔法だよってこと。挨拶。魔法。何、ちょっとわかんない。魔法。いなくなっちゃった。後ろで入るから。ルンバの帰り方やん。なんでかしら。おならすな。どんだけおならすの。これってさ、この校長の話全部終わるまでチュートリアルってことだよね多分。私は真面目に授業に出たり不思議な出来事を解決していくことで、この不思議な出来事ってのは早く解決したよね。少しずつ増えます。偉大な魔法使い目指して頑張っていきましょう。また手紙回ってきた。ドコムス、ドコムスって少し今日の調整が効く割が欠けてる気。違う子からも言われたってことは、やっぱり俺協調性と気配が足りてないんだ。これ同じ子が 2回送ってきたんだっけこれ。2回送ってきてんだこれ。ちょっと難ありかもしれない。なんかおならの、おならすな。おな、最悪。おならさしてきたマジで。昼寝が趣味とかいう子がいたんだけど、そういうのってどう思う？いい趣味じゃない？いい趣味？何言ってるのよ。時間がもったいないじゃない。あのね、必要以上に睡眠をとるなんて考えられないわよ。じゃ、オオカちゃんと俺合わないわ。取れよ、必要以上に。取れば取るほどいいだろ、睡眠なんて。お、校長終わったこれ。ドコムさん、どの授業を受けたいのよ。世界中。世界中あんの。じゃあ今回は世界中のおまじないを教えちゃうわよ。魔法使いに変身して魔法語の呪文を唱えるの。そしてキノコの森の入り口をくぐると、頑張れ。ンチュンタロンタン。
何？ドコムス、ドコムスって少し協調性ここまで来たら君の協調性や気配りがないと思うんだが、嫌いなんだろうな俺のことは。早速ちょっと使いに行こっかな俺。まじない挨拶機、まじない挨拶機、まじない挨拶機。こういうとこでやればいいってことだよ。吸い込まれんだよなこのゲーム。まじない、じゃあ魔法、まじない挨拶機。お、これでいいの？世界中のおまじないに成功したよ。おお、なにこいつ年食ったウィスピーウッズや。あ、股間隠してるそこやっぱ恥ずかしいんよ。おい、ちみちみだちみ、ドコムスだろ。わしは世界中、よろしくなところで何を聞きに来たんだ？ん？植物たちの声。いやー、とびきりいいわけでも悪いわけでもねえな。なんていうの？いい人なんだけど物足りないのよね。てか、てか。飲み屋の親父じゃねえか。立ち飲み屋にたまにこういうおっさんいるわ。兄ちゃん若いな。みたいな。そうやって見たら前歯一本しかねえな。すまねえな、ドコムスのことを校長先生が呼んでいてな。ちょっと悪いがついてきてくれねえか。なんかさ、俺が多分ディズニーアニメ好きだからかわかんないけどさ、校長のこのタイプの顔ってさ、最初裏切るやつなんだよな。ザッカずっと疑ってるマジで。君がこの学校に来た時に通ってきた扉は始まりと終わりの扉といって、カツオ始まりと終わりの扉でこの世界と不思議時間をつなぐ役目をお願いしますいきなり？ここに不思議の鍵というものがあります。これは代々の校長だけが作り出すことができる魔法の鍵で、しかしこの鍵を使えるのはドコムス君、あなたたち人間の子供だけなんです。これは遥か昔からの約束のこと、世界の取り決めなんですよ。人間解けないよ。この鍵を使って始まりと終わりの扉を開きなさい。軽っ、結構重めなこと言われたんだけど。ドクドドドン。では始まりと終わりの扉へ私の力で飛ばしてあげましょう。絶対ラスボスでしょこの人。ドコムス君頼みましたよ。俺に何か最後だけ自分がやろうとしてない？こちらに来い。おいドコムス、校長先生が大事な話があるって言ってたぞ。え？時戻ってる。また校長と？これが不思議時間ってこと？そろそろドコムス君の評価をしてもいい頃ですね。後で行動まで来てください。評価をしてあげましょう。めっちゃいろんなとこ行かされる。行動ってどこだっけ？ではこれから皆さんの評価を行います。全員ステージに上がってください。珍しいね、全員ステージ。名前呼ばれた人は私の前に来てください。まずドコムス君。はい、今回のドコムス君の評価は、たくさんの友達と話をして交流の輪を広げました。授業に出席して生徒の本分である勉強に励みました。ドコムス君、努力の成果が現れてますね。この調子で頑張ってください。ありがとう。魔法使いとして少し成長した。協調性ないって言われたのにな。やっぱ人の意見なんか敵いる。絶対敵だよねこれ。ああ先生だった。じゃあ気持ちの授業。この人気持ち教えてくれるんや。一番気持ちなさそうな見た目なのに。上を見てほしい。この魔法語の組み合わせで今の気持ちを表せる。自分にっこり、自分悲しみとかで表現するんや。ちょ、これ先に怒ってるよって教えてみようか。さすがの俺もあの内容3つは怒るよって。お、転校生だ。今日は新しいお友達を紹介します。モンチ君です。では自己紹介をしてください。
そういうわけで勉強を一緒にすることになったモンチだぞ。家が金持ちなのでみんなとレベル違うけどよろしくだぞ。とんでもね、嫌味な金持ち引っ越してきた。やあドコモス、相変わらず暇そうだね。やっぱりお金を稼がないってやつは暇そうなんだよな。全体的に僕みたいなレベルが違う猿とは違ってね。俺っちはいろいろ忙しいんだ。お金持ちだからね。そう、お金持ちは動いているからお金を稼いでいるんだよ。でもドコモスのために少しなら時間を取ってあげるよ。僕の1時間は高いよ。俺っちは今の自分に満足していない。特に身長だぞ。俺っちの理想は背が高くて知的な印象の大人。ま、俺的にはさ、だからもっともっと背が高くなりたいのになかなか伸びてくれないんだ。鉄棒にぶら下がってると背が伸びるって本当かな。牛乳もっと飲もうかな。急にコンプレックスを話してきた。面白いぞこのお猿さん。やどこむす、今日の宿題はやったのか。今授業終わったばっかだよ。俺っちのは見せてやんないからな。先に言われたものと相性のいい友達と付き合うのが一番いいんだ。例えばジョークを分かってくれない時に嫌なこと言うと後が大変。ま、俺的にはさ、こっちの気分を考えてくれないと話すのは疲れちゃう。なんて言うと生意気って言われちゃう。俺っちはそんな性格だぞ。人のせいにしてる。ねえ、聞いてくれる？何かあったの？シャーベットのことなんだけど。それで何？ひそひそ本を読んでいた。やっぱり。何読んでたんだろう。六法全書の同人誌かな。何？いや、おならさすな。おならさすな。この子俺のこと好きじゃないんだよね、サキちゃん。あ、貴族だ。ちょっとシャーベットにマジモンチにさ、身の程の違いを分からせてほしいよな。ドドムスはいつも楽しそうであるぞ。図が高い。マジ情緒がおかしいんだよ。肯定的な感じで始まったやん。楽しいから図が高くなったんだよ今俺。とっても素敵だと思うぞ。あ、図が高いの肯定派なんや、シャーベット。あ、新しい貴族だね。自分にぴったりのお仕事を転職というんですって。一生夢中になれるお仕事につけたら素敵であるぞ。あら、でもお仕事を変えることも転職って言いますね。図が高い。きっとどちらの転職も幸せになれるぞ。貴族で転職とかねえからもう適当に言ってるやん。ま、転職って幸せなことでしょみたいな。不思議時間来た。あれ、いけた。なにこれ。おお、なに。うお、なんだこれ。空がジョジョみたいな感じに。 BGM もなんか不穏になったね。ちょっと誰か探しに行こっか。うわ、骸骨だ。はじめまして、ドコムス君。僕は課外授業担当のダグラスです。俺一回寝てる時に会ってんだよこの人ね。課外授業は楽しいですよ。うん、うん、一回じゃあ学校行ってみよっかな。あ、みんないた。別になんかこの俺だけこの世界に放り込まれたわけじゃないんだ。あ、運命の相手や、パメラちゃん。彼氏ができたら聞いてみたいことがあるのよ。学校と私どっちが大事って質問。あー、だるいかもなこの子。でも学校サボるような人、彼氏としてはちょっとやだわ。そうなのよ。つまりちょっと意地悪したいってことだわ。あ、ならよし、とりあえず学校行ってみよう。お、なんだこれ。私のガレージセールの家具見てくれるよ。そのベージュ戸棚と交換したいんか。あ、交換できんの、これ欲しい。その渋い本棚と交換したいのね。交換する。なめこかな。なめこいけっかな。家具じゃないものと交換する気ないわよ。あ、なめこ無理か。これわざわざトイレあるってことは、トイレでなんか起きたりするんだよ多分ね。あ、職員室みたいなことこれ。全然先生たちがいないね。なにこいつ。なにこいつ。え、変なやついた今。
あれ取れんのかな、これじゃね、来たくそ、ここで待機し、同じとこ出たから素振りしとこう、早えな、何これ、タイミングの問題かな、なんだよ、あ、なんかいる、おらくそ、なんだこいつら、マジでなんだこの不思議な時間、あれこれ違うのかな、スコップなんじゃね、もう一回出てきたらなんやねんこいつちょ、これ絶対絶対違うって、これお、あいつ動いてない、右に、あいつ動いてる、くそ、今気がそれた演技したのに、お、取れた、やった、えのきもどきだって、すごく大きなサイズ、虫の仲間なんだ、もう一匹も捕まえたる、茹でて食うからな、ほら分かった、距離感がつかめた、あ、釣りしてる、そっか、釣りとかもできんのか、今度家の近くにお引っ越しがあったら素敵な人が越してくるといいのよ、そうして私と運命的な出会いを、そうなのよ、なんて期待してるとどうでもいいおっさんが来たりするのよ辛辣やな、マジで、え、どうでもいいおっさんって俺のこと？なんか辛くなっちゃった今。紅天狗だけ拾っていくか。どうでもいいおっさんって俺のことなんだろうな。もう一授業受けてみようか。これ終わるタイミングなくない？このゲーム。まだ全然やることある。ワクワクする。まだこのゲームしばらく楽しめるんや。